熟練のかつら職人が新潟で手作りをしております、オーダーメイド専門のかつら屋さん、レリエンスの小林です。私がかつらウィッグの作り方の基礎を学んだのは、某大手かつらメーカーのフィリピン工場でした。その工場にはですね、当時製作マニュアルというものがなくてですね、作り方はすべて職人さんの頭に入っているといった、そういった工場でした。